スタートしました。ほぼ揃いました。さあ、競泳マーチが出てまいります。競泳マーチ、そして栄新バーリン、競泳マーチ、栄新バーリンに内から北斗フィーバスも出ていきました。一馬審査、新興フォレストが追走していく。その後には桜スピード、内からフラワーパーク、待機シャトルも外から後位につけていきます。その後ですが、レシーバー、その外をついて、ひしあけぼの800を通過。あとは中段の位置、ワシントンカラーが上がっていきました。あとは2馬身ほど切れた杉の早風、外からは栄新ガイモン、後方からビコーアルファメンズエクスクルーシブ、そして内をついては5番のキステナが追走していきます。最後方コクトジュリアンで4コーナーのカーブ。さあ、栄新バーリン、競泳マーチ、北斗フィーバス、3頭が並んで400を通過。その直後に待機シャトルと外からワシントンカラーで直線を向きます。さあ、競泳マーチ先頭か、しかし待機シャトルだ。ワシントンカラー追い込んでくるのは杉の早風。さあ、先頭200を通過、待機シャトルか、ワシントンから外から杉の早風がやってきた。先頭は待機シャトル、杉の早風が2番手だ。先頭は待機シャトル、待機シャトル G1 連覇ゴールイン。2番手杉の早風、3番手にワシントンカラーです。